女宝寺は、長野県中野市東山にある新言州地山派の寺院である。三号は、高梁山。陰号は、無量寺院。本山は、新言州総本山京都地職院。4月の後半、桜が満開になり、花見茶屋が開き、多くの花見客が訪れる。創建は807年、空海がこの地を訪れた際、自らが、千寿観音を掘り込み安置したのが、 始まりと伝えられる。826年には、新予法新郎が境内を整備しなな柄斧原に36棒がの木を連ねる大事となった。12世紀に成立した、根弱物語集にも登場し、薬連という社民の僧が、阿弥陀行の孤独によって、極楽往生を遂げたという説話が掲載されている。その後は一時衰退するが1412年に、周辺の領主だった。 高梨忠史が最高。1561年に、川中島の戦いで道儀が消失した。江戸時代に入ると幕府から庇護され、特に四大将軍、徳川家綱が厚く消えし道儀などを再建した。本尊は、木造不動明王立像で、脇地に、金剛道寺、瀬田堂道寺がある。大比較正面大比較側面具報道2002年3月1日に、 大企画特報道が中野市の有形文化財に指定された。ありがとうございます。